がりのおしゃべり見聞録アットスプーン第84回。じゃあなんで笑ったかっていうと、また間違えそう、べっぴんボイスって言いそうだったの癖がね、もう口がね、なんかべっぴんボイスとかなっててすいませんねで、今日のお話は何かというと、はい、家にいることがまだまだ多いんですよ、うんうんうん、で家にいるとですね、料理作らなきゃいけないでしょ、うん、でこんな顔になっちゃったけどさ、別に嫌いじゃないんですけど、慌てて作ったり時間がない中作るっていうのが苦手なの。ああ、なるほど、うん、なんだろう、ゆっくり丁寧にやる人だから、うん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 、昔だって子供が小さい時に友達が、はい、なんであなたはそんなに野菜を細かく切るのって言われたぐらい細かく切ったりするの。あ、カレーとかでももう一口サイズ、うん、だその友達はこれの4倍だよ、うちはって言いましたからねからそのぐらいちょっとまあまあ下手っちゃ下手なんだよ、だから、うん、こうだから細かく切ったりとか、なんか一個一個がこう時間がかかったりするから、うんうん、丁寧にやりたいなっていうと慌てて作るのがすっごい苦手なのね、うんうん、だけどうちにいるからやらなきゃいけないじゃん。でうちにいるって言ったってずっとこう真面目な専業主婦じゃないから、うんうん、家にいたとって、うん、なんかこうやることがね、いろいろ、ね、何やってるか、これピアノ弾いてるわけじゃないよパソコン打ったりとか、その曲作ったりとかやることあるもんだから、うん、結局のところ時間がないんですよ、うんうん、だから慌ててやるっていうなんか、まあ、ストレス、あ、もうこんな時間作らなきゃみたいな。そうなのでね、うん、昔はさ、娘がなんかこう早く帰ってくるお仕事してたから、はいはい、手伝ってくれたりとか、まあ、向こうが作ってくれたりとかしてたんだけど、うん、最近お仕事変わったもんだから遅いのよ遅いから全然手伝えてくれないし、でもそれいいんだけどさ広瀬さん中心で、ね、そう、中心で頑張らなきゃいけなくて、でこの間なんとなく思い立って、うん、茶碗蒸しを作ったので、昔は結構その茶碗蒸しって準備だけして冷蔵庫に入れとけば、あの夜間で働いてたから、はい、帰ってきて蒸すだけにしとけば別にいいでしょ、うん、だけどすっごい久しぶりに作ったの。なぜかというと、うち子供が卵アレルギーだったから、もうずっとその卵料理なんか出てくることがなく、はいはい、何十年ぶりかで作ろうと思ったら、うん、まず作り方を忘れてる。茶碗蒸しってどうやって作るんだっけな、卵液作るよなとかと思いながら、で、まあ、まあ別に何、別に大したもの入れないから、カニカマとか入れたんだよ。カニカマとかしいたけとか、あとかしわとかは、うんうんうん、今鶏肉ですね、だ鶏肉ね、はい、鶏肉とか入れて、まあ三つ葉はいいかと、うん、それだけの分だってそんな大量に使わないから買うのもなと思ったから、そう、ね、まあ、それはいらないなと、うん、で卵液って、ね、だしにこう卵の入れてだし作る、うん、卵の卵液を作るんだけど、うん、どうやって味付けるんだろう味の濃さって、で、まあ、一応なんか調べたのよ、はい、調べてやってまだ味が薄かったのね、うん、もうちょっと濃くないとっていうのと、あと蒸し時間が全然分かんない。まあ押してみて中からこう白く透明な液になれば、うんうん、押して透明なのがちょっと出てくれば、もう中の卵が固まって出汁がこうピュンって出てくるっていう状態で、それは分かってるからやったんだけど、うん、美味しくなかったもん、ね、全然美味しくなかったのね。だからやっぱり継続してやらないといけないってことがよく分かった、うんうん、でまたちょっとリベンジでね、また作ろうと思っているので本当美味しくできるかな、中身をちょっとまた考えたいなと思ってる、まあ、また今度じゃあ美味しくできたら、まあ、インスタとかツイッターの方にちょっと上げていただいて、かなかなってね、ちょっと椎茸忘れて、椎茸いっぱい入っちゃったけどね、うん、でもまあね、久しぶりに食べて美味しかったんだけどね、うん、そのね、味が濃いよりは健康的な感じでいいと思いますけれど、またちょっとリベンジで挑戦したいと思います、はい、慌てて作るスピード感もできるといいなっていうふうにも思ってますけど、頑張ります、はい、広瀬まりのおしゃべり